17。私が書物ばかり買うのを見て、奥さんは少し着物をこしらえろと言いました。私は実際田舎で織った木綿物しか持っていなかったのです。その頃の学生は糸の入った着物を肌につけませんでした。私の友達に横浜の商人か何かで、うちはなかなか派手に暮らしているものがありましたが、そこへある時羽二重の道着が配達で届いたことがあります。するとみんながそれを見て笑いました。その男は恥ずかしがっていろいろ弁解しましたが、せっかくの道着を氷の底へ放り込んで利用しないのです。それをまた大勢が寄ってたかってわざと着せました。すると運悪くその道着にしらみがたかりました。友達はちょうど幸いとでも思ったのでしょう。評判の道着をぐるぐると丸めて散歩に出たついでに、根津の大きなドブの中へ捨ててしまいました。その時一緒に歩いていた私は橋の上に立って笑いながら友達の所作を眺めていましたが、私の胸のどこにももったいないという気は少しも起こりませんでした。その頃から見ると私もだいぶ大人になっていましたけれども、まだ自分でよそ行きの着物をしつらえるというほどの分別はできなかったのです。私は卒業してひげを生やす時代が来なければ服装の心配などはするに及ばないものだという変な考えを持っていたのです。それで奥さんに書物はいるが着物はいらないと言いました。奥さんは私の買う書物の分量を知っていました。買った本をみんな読むのかと聞くのです。私の買うもののうちには地引きもありますが、当然目を通すべきはずでありながらページさえ切ってないのも多少あったのですから、私は返事に窮しました。私はどうせいらないものを買うなら書物でも衣服でも同じだということに気がつきました。その上私はいろいろ世話になるという口実のもとに、お嬢さんの気に入るような帯か反物を買ってやりたかったのです。それで万事を奥さんに依頼しました。奥さんは自分一人で行くとは言いません。私にも一緒に来いと命令するのです。お嬢さんも行かなくてはいけないというのです。今と違った空気の中に育てられた私どもは、学生の身分としてあまり若い女などと一緒に歩き回る習慣を持っていなかったものです。その頃の私は今よりもまだ習慣の奴隷でしたから、多少躊躇しましたが思い切って出かけました。お嬢さんは大層着飾っていました。自体が色の白いくせにおしろいを豊富に塗ったものだからなお目立ちます。往来の人がじろじろ見てゆくのです。そうしてお嬢さんを見た者はきっとその視線を翻して私の顔を見るのだから変なものでした。三人は日本橋へ行って買いたいものを買いました。
飼う間にもいろいろ気が変わるので思ったより暇がかかりました。奥さんはわざわざ私の名を呼んでどうだろうと相談をするのです。時々反物をお嬢さんの肩から胸へ縦に当てておいて、私に2、3歩遠のいて見てくれろと言うのです。私はその度ごとに、それはダメだとか、それはよく似合うとか、とにかく一人前の口を聞きました。こんなことで時間がかかって、帰りは夕飯の時刻になりました。奥さんは私に対するお礼に何かご馳走すると言って、木原棚という寄せのある狭い横丁へ私を連れ込みました。横丁も狭いが、飯を食わせるうちも狭いものでした。この辺の地理を一向心得ない私は、奥さんの知識に驚いたくらいです。我々は夜に行って家へ帰りました。その明くる日は日曜でしたから、私は終日部屋のうちに閉じこもっていました。月曜になって学校へ出ると、私は朝っぱら早々給油の一人からからかわれました。いつ歳を迎えたのかと言って、わざとらしく聞かれるのです。それから私の歳君は非常に美人だと言って褒めるのです。私は三人連れで日本橋へ出かけたところを、その男にどこかで見られたものと見えます。18。私は家へ帰って、奥さんとお嬢さんにその話をしました。奥さんは笑いました。しかし定めて迷惑だろうと言って私の顔を見ました。私はその時腹の中で、男はこんな風にして女から気を引いてみられるのかと思いました。奥さんの目は十分私にそう思わせるだけの意味を持っていたのです。私はその時自分の考えている通りを直接に打ち明けてしまえばよかったのかもしれません。しかし私にはもう小木というさっぱりしない塊がこびりついていました。私は打ち明けようとしてひょいと止まりました。そうして話の角度を恋に少し反らしました。私は肝心の自分というものを問題の中から引き抜いてしまいました。そうしてお嬢さんの結婚について奥さんの意中を探ったのです。奥さんは2、3そういう話のないでもないようなことを明らかに私に告げました。しかしまだ学校へ出ているくらいで、年が若いからこちらではさほど急がないのだと説明しました。奥さんは口へは出さないけれども、お嬢さんの養殖にだいぶ重きを置いているらしく見えました。決めようと思えばいつでも決められるんだからというようなことさえ口外しました。それからお嬢さんより他に子供がないのも容易に手放したがらない原因になっていました。嫁にやるか婿を取るか、それにさえ迷っているのではなかろうかと思われるところもありました。話しているうちに、私はいろいろの知識を
奥さんから得たような気がしました。しかしそれがために私は機会を逸したと同様の結果に陥ってしまいました。私は自分についてついに一言も口を開くことができませんでした。私はいい加減なところで話を切り上げて自分の部屋へ帰ろうとしました。さっきまでそばにいてあんまりだわとかなんとか言って笑ったお嬢さんはいつの間にか向こうの隅に行って背中をこっちへ向けてしまいました。私は立とうとして振り返った時その後ろ姿を見たのです。後ろ姿だけで人間の心が読めるはずはありません。お嬢さんがこの問題についてどう考えているか私には見当がつきませんでした。お嬢さんは戸棚を前にして座っていました。その戸棚の一尺ばかり空いている隙間からお嬢さんは何か引き出して膝の上へ置いて眺めているらしかったのです。私の目はその隙間の端におととい買った反物を見つけ出しました。私の着物もお嬢さんのも同じ戸棚の隅に重ねてあったのです。私が何とも言わずに席を立ちかけると奥さんは急に改まった調子になって私にどう思うかと聞くのです。その聞き方は何をどう思うのかと反問しなければわからないほど不意でした。それがお嬢さんを早く片付けた方が得策だろうかという意味だとはっきりした時、私はなるべくゆっくらな方がいいだろうと答えました。奥さんは自分もそう思うと言いました。奥さんとお嬢さんと私の関係がこうなっているところへもう一人男が入り込まなければならないことになりました。その男がこの家庭の一員となった結果は私の運命に非常な変化をきたしています。もしその男が私の生活の航路を横切らなかったならば、おそらくこういう長いものをあなたに書き残す必要も起こらなかったのでしょう。私は手もなく間の通る前に立って、その瞬間の影に一生を薄暗くされて気がつかずにいたのと同じことです。自白すると私は自分でその男を家へ引っ張ってきたのです。無論奥さんの許諾も必要ですから、私は最初何もかも隠さずに打ち明けて奥さんに頼んだのです。ところが奥さんはよせと言いました。私には連れてこなければ済まない事情が十分あるのに、よせという奥さんの方には筋の立った理屈はまるでなかったのです。だから私は私のいいと思うところを敷いて断行してしまいました。